皆さんこんにちは、チームガブです。タカです。ペイセンです。キヨ。アオイ。オロチカズミ。せーの。ガチャで。なんせ間に合ってなかったね。はい、今回、はい、僕たち今現在いろんなところリリーベを回らせていただいております。回っております。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。どうですか、印象は。外でのね、やっぱりリリースイベントでお客さんも冷や、はい、僕ら自身もね、もうこの通りです。真っ黒です。ですもうそこですよね。うん、まあ今年も、もう今日とかは39度を超える猛暑が暑いよ続くという中で、けれどもイベントは進んでいくので、はい、はい、その中でもお客さんもね、暑さに負けじと来てくれてるわけじゃないですか。ありがたいです。そんな皆さんに、はい、推し活で使える冷感グッズご紹介していただきます。これ嬉しいな。もうファンの皆さんってそこにずっといるわけですから。そうよ、一番熱いお持ちのハンディーのあの扇風機が本当にね、あれいいね。あれはね、強い。でもあれってさ、充電が、そうですね、あんなも一日分回しとかすぐなんか、あれバッグの中で勝手についてる時とかあるんですよ。あれ、そうね。ということで今回その何点なんかご用意させていただきましたので、はい、並べてやってみます。せーの、バーンバーン。さあ、ということでまずはこちら、あ、ヒアロ。いやー、これは見えますよ。これはね、すごいよね、これ考えた人。いまだにどうなってんのか分かんない。確かに、確かに。青い部分をガッと握ったら冷たくなってくるよって。どんぐらい続くの、そのひんやり。10秒ぐらい。でも使い切りやんな。使い切り。逆に一回冷凍庫入れても意味ない。意味ないよね。キャッ。お、はい、3秒。え、おい、すごっ。え、ばや、え、冷た、え、触ってよ、すごい、え、なんでこんなことなるの。それは瞬間やわ。え、みたいな、どうやったの。めっちゃ冷たい。めっちゃ冷たい、すごいわ。間違いですね。画期的です。メグリズム、このシリーズは ね、でもホットアイマスクがめっちゃ主流、ひんやりバージョン。前だらあったかいラーメン屋さんが冷やしラーメン出しましたみたいな感じですか。いや、でもあったかいから美味しかった専門じゃないですか。そうね、そうね、それを出してどうなん、ね、逆行くのむずいんじゃない。だからリーダー、アイマスク、もうおら推し活ですからわ。いや、まあまあ、なるわ、推し見え、推し見え、首にかけたな。ライブ終わった後とかじゃない、まあね、普通のやつはさ、つけてどんどん暖かくなるよ、開けたら。これはどうなの。はい、こちらでございます。はい、はい、結構見た感じはだってまんま通りやね。あ、ホットアイマスクと一緒一緒よ。一回ちょっとこれじゃあリーダー試してもらっていいですか。はい、はい、ちょっと、いや、今の全然冷たさはないっすよ。あ、でも匂いはね、メンソール、うん、うん、あ、もう冷たくいい、冷たいよ。目冷たいですね。あ、マジっすか。ちなみに今の唇誰いか分かる。もう一回して。硬っ。変わった。硬いな。うん、変わった、硬い。ちょっと硬め。さっきはやるかった。さっきはやるかった。え、ちょ、言ってよ。分かんない、なに。冷た。ちなみに今、目はどうですか。冷たいけど、もう今夏のあのリリーベの外だと仮定した時、うん、やとしたら弱い。弱い。あー、弱いか。多分寝る時用やもん、寝る時用とか。これはちょっとね、暑いライブとか終わった後に家帰って自分のアフターケアだから、匂いでそうなるパッと、ほら、はい、あ、まあ、寝る時めっちゃいいかも。触った感じ冷たくないもん。遠征とか新幹線の帰りとか、まあ、あ、いいかも、ね、車とかで、順番を待たれる。当ててください。どの唇が良かった？1番、2番、3番。おー、最初の。はぁ、グリングリーンやった。はぁ、当ててください。動画でのお楽しみ。見返して。はい、アイマスク終了いたしまして、はい、続きまして、もうこちらは僕らも使ったことあります。ひんやり首元パック。だから言うたら、ひんやり的な感じで。そうそうそう、これじゃあ、キヨちゃん。はい。これちょっと、湿布みたいな感じで貼ってもらっていいですか、これ。ちなみに、人間って首が一番動脈通ってるから、そう、首を冷やすことによって、巡る血液も冷えて、一番いいらしいです。あ、じゃあ、風邪の時とかも首元に貼ってんのが一番いい。そうそうそう。あ、いったー、冷たー。3時間。冷たい。冷たい、冷たい。あ、めっちゃいいやん、これ。やっぱ首冷やすのいいな。はい、約3時間ね。3時間も、はい。あ、いい。あ、これいいやん、ほんま。熱冷まし的な。そうやね。お客さんとかが冷えピタをさ、デコに貼ってたりする。うん、あれね。あれですよ。うん、言ってる、書いてある通りさ、まあ、激冷たじゃなくてひんやりやね。はいはい、そうなんや、まさにひんやり、冷たいよりはってことね。首冷やすのいいからね。そう、大事大事。はいはいはい、はい、さあ、そして、はい、ビオレさんが出します。出ました、ギアバンド。これすごいよ、これすごい、ビオレさん。ただマイナス3度よ。すごいすごい。しかも1時間続くってちゃんと時間まで言ってくれてる。こっちはこれめっちゃ長いんじゃん、90。ギアバンドやからな。頭巻いたり、首
首巻いたり。うわうわ冷たいわ。ほんまほらほんまに冷た。メントールがすごい刺激が強いらしいので、うん、あの肌の弱い方はちょっと避けてくださいね。めっちゃ涼しいわこれ。いいね冷えタオル。拭けるしね汗かいてきても。そうです。これは二丁。ひんやりメグリズム出ましたメグリズム。ひんやりポイントローション。ポイントね。首筋は耳の後ろなどに塗り肌になじませてください。ほんまほんまにローションだからいいんじゃない。ローションといえば大勢、ね、大勢耳後ろや首筋キヨがチンチンにつけてって言ってます。キヨつけてみよう。ちょっとだけつけてみよう。股間にね、まあ、ちょっとじゃあキヨ、うん、下にチクチク首を体チンチンじゃあチクビチクビそれでひんやりしたらいい。なんかまだひんやりしてない。これも全然約30分ちょっとすっげえ匂いめっちゃすごい。なんでチンコにやろうとするの。いやなんか涼しくしたいね。あ、でもちょっと涼しいかも。これ全然首が冷たいんで今風に当たってるからかな。風に当たるとこ当たんないところ、うん、これって メントールで冷たく感じてるっていう、スー実際は冷たいわけじゃないないんかっていうのってどうなの。え、でもでも冷たい。確かに冷たくなってきたって思ってるだけなの。思ってるだけなのかな。じゃあちょっとあれやね、メグリズムさんがちょっとどっちかというと優しい優しい系なんのもね。ねだから肌とかちょっと弱いねっていう人とか連れていかせていきます。おビオレさん冷やしハンディミストマイナス10度だって肌やばいやばい。さっきマイナス3度で怖いっすよ。ちょっと怖いっす。危ない危ない。肌にやるやつだね。マジ肌です肌。じゃあやってください。服じゃない、はい、髪の毛やってやるんだって顔やな全部髪の毛。あ、この匂いすごい。あれは普通のメントールの匂いじゃない。なんか液温度が36度な俺からしたら26度になるぐらいになる。今になってこのローション効いてきたもん。ちょっと確かにスーッてするんかなっていうぐらいのあれはあるけれども汗に反応やって、あ、だからライブ終わった後にさシュシュってやったらめっちゃ来たよ、うん、さあ来ましたメグリズム来ました。ヘッドフレッシャーやってすごい。だってあったかいのも冷たいのもすごい幅広い、ね、パチパチ弾ける瞬間シャワー気分が。うわめっちゃいいやん。気持ちよさそう。炭酸シャワーやこれ。ああこんがり焼けそう。え、めちゃめちゃ油に何か入れたみたいになってね。すげえこんがり焼けそう。もうちょいやった。え、でもああ交渉するよ。お冷てえ。交渉するで。すげえすげえすげえ。ポッピングシャワーみたい。あ冷たいわ。冷たい冷たい。え、音聞かしたくない。じゃあ近くでやる。興奮して熱がみたいな。あすごい冷たいぞ。すごいぞ。これ頭以外でやったらどうなるか聞こえますか。なんかガチャガチャの音女子のあ、でも冷てぇ冷てぇよな。頭冷たこれいいよ。焼けてるみたいな、うん、焼けてる。あ、でも冷たいもん。えぐい冷たい冷たい。すごいすごい冷たい冷たい。押さえて押さえて。あ、やっぱ反応せん逆にチンあー、やばすぎ。押さえて押さえて押さえてちょはい、ということであすごい来てる。おお。メントール。ハンバーグ。ハンバーグ。すごいすごい。こういうのをやってることで越したことはないので、うん、体調管理気をつけながらこうリリーベとか、はい、たくさん見に来てもらえればなと、はい思っております。ということでこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録、グッドひんやり、ひんやりコメント、切り抜きクールもお待ちしてます。以上、次元ガメでした。これ頭冷たいぞ。頭めっちゃ冷たい。ただあのローションのやつも俺結構好きかも。え、これこのえああ全部合体させたとかない。全部合体させたら死んでしまう。ああ一回体勢の腕でじゃんけんしよう。腕でそれはじゃんけんしよう。いいからそれはじゃんけんしよう。お前が一番汗っかきや。俺よ。お前あどうぞじゃんけんしますよ。首のすごいこの首のやつが一番お前やつや。お前混ぜて爆発したら。え、でもこれもないから大勢一回これつけて今これ塗ってめっちゃ冷たい。これ塗ってこれシュッシュさせてこれパチパチしてこれで押さえよ。どんなで爆発したらどうするの。バーンなんかいっぱい化学反応で大丈夫。まず塗り込んでお願いします。でその上からすんめってで押さえて蓋して。うわ固まりそうなんか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 
イナスすぎてめっちゃ冷たいよ。ほほほほってブロックになってる、うん、ブロックやばっかり冷たい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 。え、結構冷たいですか。普通に冷たい。普通に冷たい。いや別に、あ、いやいやいや、すごいよ。涼しい。そりゃそうや。